優勝さん、中継でした。優勝さんとの思い出は、一番初めに浜松寿司取りに参加させていただいたときに、その衝撃というか、今の鮮明に覚えてまして、パワーとスピードっていうのはその当時僕も若かったので自信あったんですけど、その吉尾さんの走りとバッティング見た瞬間、この人には一生勝てないなと思ったのは今でも本当に記憶に残ってます。本当に野球選手としての理想像というか、もう本当憧れの存在です。ずっと人としても本当に優しくて、誰でも対等にというか、優しく接してくださっているのはもう本当昔から今もずっと変わらないので、自分もそういう大人になりたいなと、本当野球選手としても人としての、自分の理想像です。これから、引退されて筋トレたくさんされると思いますので、また筋トレの方法を教えてください。まずはゆっくり体を休ませてあげてください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にプライベートでもすごくお世話になっていますし、1年目のオフに自主トレで初めて受け入れてくださって、本当に優しく今まで接してくださってありがとうございます。印象に残っていることといえば、一緒にトレーニングしながらウェイトトレーニングをしている中で、僕たちが必死に上げている中、その倍ぐらいの数を軽々といたのが本当に印象に残っています。これからは少しゆっくり休んで、またもうこれからはインコースをさばかなくていいと思いますので、目いっぱい大胸筋を鍛えてください。本当にお疲れ様でした。よしお、ちょっと、よしおとはファイターズ時代ですね、投手から野手に移行して、本当に、野手は走攻守すべてをやらなくてはいけないという中で、コツコツ努力を積み重ねて、19年間ですか、本当にここまで、頑張ってきたなというふうに思います。怪我も多くて、それを隠しながら本当に全力で、取り組む姿勢、また、素直な心を持っています。また天然のキャラというのもですね、多くのファンの方に愛される理由だったんじゃないかなというふうに思います。とにかく少し休んでですね、また次のステップ、これからの野球界のために頑張ってください。どっかでまたお会いしましょう。本当に19年間お疲れ様でした。